だから別にだから遅くはないんだって。令和3年3月下旬、佐野は日々玄関ドアの開閉により鍛え上げた剛腕を惜しげもなく披露。視聴者から感嘆の声が上がるとともに、ブロックされ反論できないアンチたちは隆起した佐野の筋肉に嫉妬せざるを得なかった。普通に部屋借りれば狭く、だって俺一人暮らしだから別に狭くねえ、視聴者から部屋の狭さを指摘され引っ越しを提案されるズラヘッドな佐野。一人暮らしだったら女でいいの。でましてやあのよ、コンビニが近いだろ、でコインランドリーすぐそこにあるだろ、マジ便利。洗濯機が壊れコインランドリーに通う身だしなみの佐野。で俺がいつも飲みに行く行きつけのあのおばんざいっていうか、あの居酒屋すぐ近所にあるの、大将がいるとこ。捜索が混ざると顔が暴れ出す安倍氏の佐野。そうよ、だから ポジショニングだよ、ですぐ裏行ってプロモン市場がある。大阪の街づくりは佐野の味とを中心としてポジショニングされていた。リビングと寝室同じって大学生じゃないですか、全然同じでいいし。視聴者の鋭いコメントに佐野は唇で応戦した。なんで 2LDK なの。じゃあトンさん借りてくれよ。じゃあそこ住む、自分で借りれないの。別にここ借りてるからいいよ。なんでよそっちにっていう話になる。何いじくりに来てんの。マグロプライス。じゃあお前いらねえから。だな。部屋の間取りで言い争う不毛な戦いは佐野のブロックにより幕を閉じた。差別入れてくぞ、調子に乗ったら。動きしか取れてねえのね、さっきから。なんだよお前、突っかかってくんじゃねえよっていう話。部屋の間取りで大ダメージを受ける下痢の佐野。部屋がね 2LDK じゃねえと最低。何佐野さんクラス関係ねえだろやっぱ。ぶっちゃけパウダールームが欲しいファンデーション佐野。トイレとバスは別ですか。あ、別だよ。風呂とトイレは別であると威風堂々語る佐野。ユニットバスはな、なんで俺ユニットバスが嫌なのかっていうと、ユニットバスって絶対にトイレットペーパー全湿りとかになるだろ。あとあのビニールのこれが絶対カビるだろ。だからそれは別な、別の方がいい。絶対的にそこだけはまあ最低条件。ユニットバスを語って機嫌が直る後頭部がいびつな佐野。いや俺みたいな生活羨ましくねえべや。じゃあおめえ裁判起こされてもねえよ。俺らこの生活おびつけられたよ。作詞の佐野は視聴者から15万円を借り弱みを握りもらったこととした。でよ、女にもよ、振られたくてよ、捨てられてよ。佐野はその言動から見切られやすいタイプの人間だった。バレマサジニューレディースプレイスの佐野は美容に力を入れる女性の心には響かなかった。なあ佐野はコルブシカイド真っ逆さまだった。他の配信者の方がよっぽどいい暮らししてるのに。同姓同名の
牛丼デカこと佐野智則が YouTuber として新たなフィールドを歩んでいた。いねっつあのね、鍵赤ちゃんいたらいるって言うタイプだ。佐野はここ数年間一方的な見切り発車で何度もごぼうを流していた。メンズエステとか行く気ない？俺がメンズエステ行ってたらみんなに笑われるで。ああ美顔器は持ってんだよ。これあんのこれ知ってる？垂れ切った頬に回転フェイスケア、北斗の波動でフェイスごと凝ったみじんに分解。走り出した廊下、もう誰にも止められない。ヨッポがヘルスケア。あ、リフトアップするよこれ。佐野は今嘘をついた。左と右で散歩だけやってみると顔をこうやって変わったりしてる。佐野はまた今嘘をつきつつ頬を極限までへこませた。それでこれをアタッチメントが2つもう一個ついてて、こっちにするとこう腹にこうやってやってこっちにも使える。でこれ防水だからね、風呂場の中で、風呂の中で俺こんななってやってる。ヨッポがヘルスケア。美顔器を継ぎはぎで隠す電動工具の作業、腹をへこませ視聴者に見せつける下り顔の作業。しかし佐野は気が緩み、わがままボディと言わざるを得なかった。どうかに、うん、次回ファミマのファミチキ、ご期待ください。競馬するバイバイブロックしてるから、別に何の都合も悪くねえんだけど。